新しい下町のシンボル東京スカイツリーに見守られ、お目当てのお店に心弾ませ路地を進みます。いや、ここ終わり屋さん、いやもうしょっちゅう来てるところ。あ、そう、こんにちは。終わり屋の創業は明治3年、浅草が誇る蕎麦の名店です。ここはもう子供の頃から来てる名店です。終わり屋さん、本店の方です。いろんなドラマがここではありました。美味しいお店なんですけども、さて今日は何から食べましょうかね。そして飲みましょうかね。ごちそうさまです。今日喉乾いてたんで。こちらがビールのおつまみになります。ありがとうございます。こちらおろし合いになります。どうしても寒い日なんですけれどもね、乾燥してるんで今日はビールが飲みたくなります。いただきます。あー、うまい。すいません、はい、厚かんもいちご、はい、エビは縁起がいいんですよね。エビ、これはあの跳ねる、跳ね上がるって言って縁起を担ぐんですね。ですからエビは昔から縁起がいいとされておりますが、エビで尾が跳ねる、で尾が張る、で尾が張る、跳ね上がるから尾が張るで終わり屋という名前になったんだそうでございます。貝柱、これにね大根おろしが添えてある。銀杏揚げになります。お待ちさまです。ありがとうございます、ね。ここの銀杏揚げもうまいんだ。たっぷり量があって、ああ幸せ。こちらですね、今年のそば味噌になります。ああそば味噌、こちらのねそば味噌は本当にうまいので、ちょっと固めになってるんですよ。子供の自分には分かんなかったですな、このうまみが。そば味噌で一杯なんてたまんないですな、ね。しかもね、なんか昭和を感じるじゃないですか。わあ湯気も出てる。ちょうどいいですな、好き方が。ああうまい。柱の粒がね、非常に選ばれたいい粒を作って買ってるんだ。うめえ。さーってと、やっぱそばだよな。もう一軒寄りたいもんな。抜きってできます？できます。あ、天南の抜きを一つ。はい、わかりました。やった。この番組をご覧のお酒飲みの方だったら、蕎麦屋で飲むときに抜きというとお分かりになると思いますよね。手を抜いてるわけじゃないんです。抜きというと蕎麦を抜いてるんです、ね。お蕎麦のいわゆるおつゆと種物とでもっていっぱいやるってのは、こんなに幸せなことはない。落語家になろうってね決めたのはこの店なんですよ。うちのねおばあちゃん、海老名詩、四代目の林家正蔵の奥さん、うちの祖母です。で祖母が天南蛮、うちも食べてた天南蛮も食べててね、あんたのおじいちゃんはいい落語家だってよ、あんたのお父さんもすごい落語家だね、私はね孫のお前が落語が好きで話し家になったらこんな嬉しいことはないよ。で私その頃はもう志ん朝師匠の追っかけをしてて、落語が好きで好きでしょうがなくて、落語家になりたくて、祖母が生きてる間に
落語家になりてえなって思ったんですね。15歳で弟子入りしたから14か17の時にこの店でもって決意をしたと。で私エビなんでしょ、エビが跳ね上がる終わり屋さんでそれを決めたってのも何かのご縁かな。でその後もすごく可愛がっていただいた新潮ショートもこの店でいっぱいいただくことができたっていうのは何よりの財産だと思ってますね。